セルゲイ・ウラジーミ・ミロビーチ・ミハルコフ、2月27日から2009年8月27日は、ロシアの作家、作詞家。1913年3月2日、ロシア帝国のモスクワに生まれる。ソ連邦政府の日韓シーズベスチアに17歳で、勤務し、その傍らしや児童文学を発表した。第二次世界大戦には、従軍記者として参加し、 1943年に作詞した歌詞にアレクサンドル・アレクサンドローフ作曲の曲が付けられ、1944年にはソ連国歌として採用された。1977年、スターリン批判の影響で歌詞の一部を改訂する。2000年にソ連国歌の歌詞を全面的に書き直し、2001年に同じメロディでロシア連邦国歌として採用された。 2009年8月27日、モスクワ市の病院で死去した。96歳遺没。エスミハルコフ氏死去。河北新報。 http://www.kahoku.co.jp:/news:/2009/08/2009-082701000970/.htm2009 年8月28日閲覧。ありがとうご、ん、ざ、うん、います。